スタミナン X ね。三種の神器。エモいぜ。エモいぜ。勝負のお供。そろそろ歯磨き粉を買い足さないと。節約の鬼ナンバー。でもそんなに安くなってないな。買わなくていいのか。たまにセール対象になるんで、それまで待ちますよ。歯磨き粉は限界まで絞ればあと数日はいけるんで。安くなる頃には今のチューブは紙みてえな薄さになってそうだな。いい感じだ。うん、よくわかってきた。よくわかってきた。プレゼント。さっちゃんが一番。ありがとうございます。少ないんで。あげよう。スタミナロイヤルとかね。あ、このお店は電子マネーで払うとポイントつくんだ。今時。電子マネーか。聞いたことがあるが、よく知らねえんだよな。スマホのアプリにお金をチャージして支払うんです。スマホだけあれば買い物できるし、ポイントもつくしで便利ですよ。ただ店によって使える電子マネーが違うのが難点で、私は8つの電子マネーを使い分けてますね。大変だ。本当に便利になるのか。よし。お前それな。いらっしゃいませ。どうも。いらんかな。ありがとうございます。高級焼肉屋の近くで飯を食うと、何でも高級焼肉の味に感じるっていうライフハック知ってます？ホームレス時代に先輩から教えてもらったんですよ。それはライフハックなのか？聞いたことないか。まあ嗅覚をフル活用して匂いをおかずにする技っすね。他にもカレー屋やうなぎ屋でも応用ができます。ホームレス知識と。して店に迷惑がかかるんじゃないのか。なのでギリ迷惑にならない近場の公園探して食ってました。やってることはあれだが、一応マナーってもんはあるんだな。うん、いい感じだ。絆が深まったぜ。絆が深まったぜ。ここのカレーは断れない。よく繁盛員と来るんだ。店主が食事中に何度も何の追加を進めてきてな。こういうカレー屋ではよくあるよな。一度断ったら目に見えて肩を落としてしまった。以来どうにも断りにくくて毎回つい頼んでしまう。案外お人よしなんだな。そりゃ腹も膨れるだろう。とはいえ多いものは多いからほぼ半純義に渡している。いつもはち切れそうな腹で店を後にしているよ。半純義そのせいなのか、あいつはここに最近来たがれなくてな。絶対そのせいだろ。よし。なるほど。あ、損費もできるようになったな。キスのイベまとめてやりたいんだよな。クリスマスとかハロウィンってイベントやんの？そりゃやるわよ。そういう行事は大事にしなきゃ。楽しみにしてるスタッフも結構いるのよ、うん、コスプレとか。割とみんなノリノリなのか。サンタ服とかいいんだな。俺もガキの頃サンタの格好して年少組の枕元にプレゼントを送る係だったな。今思えばあれもコスプレなのか。子供時代のキリュウさんがサンタ服ってちょっと見てみたい。写真とかないんですか？誰か撮ってたような気もしたが、さすがに残ってねえだろう。孫悲が。ん？私だ。探し物を頼む。あ、極秘任務で。孫悲、コミジュルのエージェントに電話しないで。くそ。そう、ついでにさっちゃんの有効度も上げて会話聞きたいな。まとめてやりたい。それじゃあメイン行きましょう。アパートに戻ります。何でもできた。
しよし、今日は休もう。うん、相当好きなんだな、キリさんのこと、ソンヒ。うん、少し街でもぶらつくか。はいはい。もしもし。キリュウ、伊達だ。あ、伊達さん。伊達さん。実は今、俺も偉人町に来てたな。うん、うん。少し顔を出してくれ。話がある。もし時間がねえなら、あくまで待つぜ。嫌に強引なんだな。お前、エンディングノートを作るって言ってたろ。うん。それ聞いて少し思うところがあってな。俺も人生のやり残しを片付けておきたいんだ。そんな風に言われちゃ断りようがね。もちろんそうこなくちゃな。どこに行けい？ローズブロッサムっていうキャバだ。キャバ？お前が来ることは店の門に話し通しておく。すぐそこじゃん。いや、待ってるぞ。うん。よう、来たな。待ってたぜ。ありがとな。じゃあ俺は例の席に移るよ。あとはこっちでやるから。うん、かしこまりました。ごゆっくりどうぞ。なんだ、どういうことなんだ。来てくれてありがとな、キリュウ。けど後悔はさせねえよ。後悔はさせない。そう願いたいな。向こうのテーブルにいるのは誰だ。伊達さんの連れなんだろ。さっきまで一緒に飲んでいた。うん、ああ、できれば紹介してやりてんだがな。そうすると大道寺一派との約束を破ることになる。うん、うん、どういう意味だ。あいつは太一だよ。え、お前が朝顔で面倒を見てたあの太一だ。マジか。何？あまりジロジロ見るなよ。向こうはお前が来ていることを知らん。うん、太一だったんだ。あー、プロレス。あー、いやー、ちょっと待って、少し休憩。これ以上飲んだら帰れなくなっちゃうよ。うん、いいよ別に。そしたら私が朝まで解放してあげるから。嘘、マジで？いいの？こいつ。誰にでもこんなこと言ってるわけじゃないよ。タイちゃんだったらいいかなと思って。タイちゃん。なんだよこれ。横浜最高じゃん。もちろんご存知だろうが、もう酒が飲める年だ。今は沖縄で消防士になってる。言ってたね。間違いねえ、太一だ。でもなんでここに。たまたま友達に会うために東京へ遊びに来ててな。だからちょうどいいってんで俺が横浜に呼んだんだ。つったも俺だってほぼ初対面みたいなもんだよ。間が持たねえからキャバクラに連れてきた。偉人町の女の子たちがお気に召したようだな。うん。あら、俺が席移ったのも気づいてねえぞ。うん、どういうつもりなんだ、伊達さん。うん、俺は死んだことになってるんだ。あいつに会うわけにはいかねえんだぞ。あいつがお前と会ったってことに気づかなきゃいいんじゃねえか。うん、え、だからこうやってこそこそ遠巻きにしてるんだ。伊達さん、だってお前らに直接話をさせてやるから。それでもお前がこのまま一目も会えずに死んじまうよりはマシなんじゃねえかと思った。伊達さん、伊達さん、お前は諦めが良すぎんだよ。今こうやって太一の姿を見てどうだ。やっぱり会わずにいた方が良かったか。死ぬまでにやりてえことには入らねえか。
太一のやつが消防士になったってのは知ってたよ。うん。沖縄の他の子たちの近況もそれなりにな。だがもう二度とこの目で見ることはできないと思っていた。いや、遥かとも会えるかな。それを望むことさえできねえったら、うん、ああ、だからよ、俺にとっての人生のやり残しはそのことだ。手伝ってくれんのか、伊達さん。お前はもう人生に未練がないと思い込もうとしている、うん、けど違う。それは単に自分の気持ちに蓋してるだけだ。そんなお前の本当の気持ちを自覚させてやれるのは多分俺しかいねえ。伊達さん、うん、俺は大道寺一派がお前の死をでっち上げた時、指をくわえて見てるしかなかった。そのせいでお前は遥かや春と友人知人にも二度と会えねえ、近づけねえ。今でも何か他にやりようがなかったのかって何度もあの時のことを思い返す。ワンチャン俺から言い出したことだ。行くんじゃない、なんか大道寺一派と。俺が死んでみせなきゃ、うん、収まらない状況だったんだ。堂々と桐生一馬と名乗れる何もなかったようにならんかな。だがもうあれから何年も経った、うん、今なら少しはできることがあるだろ。なんだありゃ。え、お、何事、おい、どうなってんだ。おい、なんでこいつにばっかりつくんだよ。こっちの席にも女座らせろよ。申し訳ございません、すぐに。当たり前だ、俺らだって金払ってんだぞ。酔っ払いか。ごめんなさい、なんか俺今日すげえモテちゃってるみたいで。だって大ちゃん可愛いんだもん。大ちゃん、私ずっと大ちゃんといたい。大ちゃん、本当に、てめえ何勘違いしてんだクソガキ。ニヤニヤ笑ってんじゃねえぞ。いけねえ、うん、女の子たちにチップ弾みすぎたか。いや、大輝のやつを楽しませてやりたくてよ、うん、まずいな、みんなだいぶ酔ってるぞ。もう分かったから、ちょっと待っててもらえます？すぐにそちらにも女の子つきますから。この舐めやがってふざけんな。はっ、あ、ちょっとダメです、やめてください、暴力はダメですって。おい、よせバカ、お前が出てったら大地にバレちまう。バレる。あったまきた、この女もう許せねえ。え、おいおい、手出すんじゃねえよ大地。いいにしろ、そこまでだ。お前大ちゃん、やんのかこれ。やる大地。目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだ。うわ。おいおい、なんだよ大地のやつ、できすぎだろ。本当だな。さあ行くかよ。え、うわ。お前さっきから女独り占めしてんじゃねえぞ。あ、大ちゃん大丈夫、しっかりして、ちょっと。お客様、しっかり。なんてことを、警察を呼びます。うるせえ、全部お前らのせいだろうが。ストップ、そこまでにしておけ。出ないと俺が太一の分をお返しするぜ。おじさん、こんなとこにおじさんが。ああ、おじさん、離せて。どいつもこいつも今日は面白くねえ、やってやるよクソが。邪魔するつもり、いつでも行けるよ。よし、やるか。バックアタック。いや、気持ちいいよね、バックアタック。バックアタック、まだまだ強くなれそう。見とれないでよね。うん。
ひでえな、俺はもうめちゃくちゃじゃねえか。どんな様子だ。よく眠ってるみたいです。気持ちよさそうに。あ、ちょっと飲ませすぎちゃったから目覚めんかな。そうか。お客さん、消防士になっただけのことはあるな。よく鍛えている。うわ、もうすっかり一人前の男だ。太一が目覚ます前に出た方がいいな。先に出ててくれ、うん、後で合流しよう。俺はここの後始末をしていくからよ、うん、すまね。おはよう太一。おじさん。あ、よう、目が覚めたか。災難だったな。すみません。夢だよ。そうか、俺酔っ払いに殴られて、あの後誰か来ませんでした。うん、誰かって。もしかして桐生のことか。お前ずっと寝言言ってたぜ太一。おじさんおじさんってな。そっか、なんだ、夢でしたか。夢じゃねえよ。キャバ嬢の女の子が殴られないように立ち上がったまではかっこよかった、うん、何人も相手にして短歌切るなんざなかなかできることじゃねえ、うん、ああいう勇気を出さなきゃいけないときは桐生のおじさんを頭に思い浮かべるんです、うん、おじさんならどうするかなって。そうするとあんまり怖がらずに体が動くんですよ。なるほどな。そいつはいいおまじないだな。俺も今度から試してみるよ。ええ、ぜひ。絶対聞きますから。よかったよかった。太一が無事で。この店は神奈川県警の知り合いに教えてもらったんだ。一杯頼めば好きなだけいさせてくれ。あだっちゃんね。今後偉人町ではここが俺のアジトだ。ん？それってしばらく俺もこの町に居座るよ。で、お前のエンディングノートを充実させてやる。手伝ってくれんだ。太一を引き合わせたのはほんの手始めだ。これからもじゃんじゃん横浜に人を呼び寄せる。そういう感じか。いや、そんな真似したら、大老ジッパが黙っちゃいない。今日はまだ何の苦情も届いてないぜ。それに太一にだってお前の生存はバレてない。つまり俺らは今も大道寺一派との約束を破ってねえわけだ。それはなんていうか、ずるい手を使っているのは承知の上だよ。だがお前に残された時間を考えりゃ何でもねえ。もしお前が止めたって俺はやる。大道寺が文句を言ってきたらその時考えりゃいい。さっき太一に会ってどうだった？うん、やっぱり会わなきゃよかったか。俺にはそういう風に見えなかったぜ。お前はあいつに手を触れて感じたはずだ。この世界との絆はまだ脈々と息づいているって。うん、確かにな。そいつはお前がこの世界を生きてきた証だ。太一とだけじゃねえ、他にもたくさんある。うん、桐生一馬が歩いてきたのはそういう道だ。困難だった分実りも大きい。お前にはそれをじっくり振り返って味わう資格がある。うん、俺は心の底からそう思ってるよ伊達さん。また連絡する。春日のために動くのも結構だが、たまには自分のためにも時間を使うんだな。伊達さん、ありがとうな。なんて言ったらいいか、言葉が見つからねえくらい感謝してる。俺は太一やあの子たちとは子離れをしたつもりだった。もう会う
ることができなくても大丈夫だと。だがこの耳であいつの声を直に聞いて、この目であいつの顔を直に見れて、こんなに嬉しいとは思わなかった。その気持ちだけで十分だ。ますますやる気が出てきたよ。ありがとう伊達さん。ファンサービスの鏡や。太一。いやーいいね。エンディングノート。エンディングドラマが発生すると。エンディングドラマは電話が来た後に、横浜スナックの街バー。ハーバーライドにいる伊達に話しかけることで進んでいきます。覚醒ランクを上げてエンディングドラマを最後まで見届けましょう。太一、太一来てくれんの？どんどことを待たせたな。誰だ？アモンとか。時は来たっつって。どうだろう。誰だ？いらっしゃいませ。これでも。いただきごちそうさま。ありがとうございました。ありがとうございました。ここか。そういえば、難波の学生時代。難波は看護師だったんだよな。資格を取るのは大変だったの。そうですね。臨床実習や試験勉強。いろいろ頑張りましたよ。ちょうどここみたいな本屋で参考書買いまくってたな。立派なことだ。真面目なんだな。ただね、つい漫画も一緒に買っちまって、さっぱり勉強進まなくて、あの時期の漫画は全部読んでたかもしれねえな。真面目なんだか不真面目なんだかわからんな。いい感じだ。それな、よく分かってきた。ダブルビンゴ、めっちゃ上がる。焼いたパンのいい匂い。最後の才能。でもこの頃は外でパンを買うのも減っちゃいましたね。飽きちまったのか。いえ、最近ホームベーカリーを買ったら作るのハマっちゃって。ホームベーカリー？自分でパンを作ってるのか。最近のはすごいんですよ。こね、発酵、焼きが全然と。発酵時間の調整もできて、パンの食感も変えられるんですよ。焼き加減を変更すると耳の柔らかさも変えられるんです。今ならキャッシュバックですごくお得に買えて。サエコはテレビショッピングに出たら大活躍できるからな。よし。ホームベーカリーね、いいよね。家でパン作るの学生時代よくやってたね。ナンバーは酒には強いのか。いや、そんなに強くないんすよ。あんまり顔は赤くならないんで強いとか言われるんですけどね、すぐに眠くなっちまうんで、電車で寝ると大変なんですよ。大変？高確率で終点で降ろされるんですよ。昔飲み会ラッシュの時期は諦めて終点まで定期買いましたね。そりゃまた賢明な判断だな。いい感じだ。絆が深まったぜ。よし。寿司屋か。寿司食い損比。回転寿司に行くのもいいね。損比が好きな寿司のネタとかあるのか。いろいろあるが、回転寿司ならサーモンが一番だな。サーモン人気よな。まろやかに甘みがいい。なるほど。
確かにうまいよな。みんな好きよな、サーモン。ちなみに2番目は炙りサーモンだ。サーモンじゃねえか。本当にサーモンが好きなんだな。よし。サーモン大好き。よくわかってきた。よし。よっと。これやっとくか。あんたの作業はやってやろうぜ。新しい敵もいるな。力の差を見せて。孫悲でやれるかな。オッケー。よし、まあ、強かったな。ちょっと飯食っとこう、一応。ここは中国パブか。うん。ああ、リンリンですね。前にサッちゃんが潜入して客に脇舐められそうになった。いらんこと言わなくていいの。ティーちゃんにな。いろいろ大変だったんだな。でも店はちゃんとしててなかなかいいところっすよ。おう、じゃあ今度行ってみるか。サッちゃんはさすがにやめとくか。みんな行くなら私も行くわ、うん。知った顔ももういないだろうし、昔を知ってるスタッフも少ないだろうし。じゃあ今度みんなで飲みに行くとしよう。いいですね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いただきごちそうさま。さっちゃんまだか。ありがとうございました。なかなか。なあ、うん、誰が待ってんだ。反転工事。ん？アモンじゃないの？久しぶりだな、キリュウカゾン。だよな。アモン。新しい力？追憶ダイアリー。うん。カスが一番やと変わった。うん。違う。でもミレミアタワーで合ってるよな、ナンバとサッちゃんは。こいつとファイナルの人でしょ、ここ。うん。バトル。ぶっ殺してやるよ。覚悟してよね。待って、やばくない？これやばいんじゃないか。ほら。すまない。え、やばくね？俺の番か。手数がいるな。ちょっとやばいぞ。これ負けイベ？終わらせる。待って、1しか入んない。これ負けイベだ、多分。多分ね。じゃあ適当にやろう。もう通常攻撃で。
1しか入んないもんだって。ほらおかしいもんだって。手加減はなしだ。4入ったけど。うおだな、マキイベだな、知ってた。ワンパンだもん、ほぼ。なんだと？絆の力とやらを。ああもう。アモンジョー。え、一人？なるほど。ここで絆覚醒か。絆の力により絆覚醒が発動できるようになりましたと。絆覚醒は気流が一定時間自由に移動して敵に攻撃を叩き込み続けられる必殺技です。絆ゲージが全て溜まると使えるようになり、R に長押しで発動することができます。絆覚醒中は画面上部のタイムゲージで、タイムゲージが0になるまで、丸四角三角で攻撃を繰り返すことができます。タイムゲージは、気流の絆レベルが上昇するに従って長くなります。ほー。調子出てきたぜ。あ、強度胸だけは買ってやるよ。強え。強くな、悪くない気分だぜ。新追憶の極み。強え。ここで気流の技がアクションになるのか。わかった。お前を倒すのは俺だ。病じゃない。そうしてそう思っている人間はおそらく俺の他にも山ほどいる。それを忘れるなよ。あーもうお前、絆の力。ああ、うん、仲間。ありがとう。うん。このシステム熱いよな。新しい力、追憶ダイアリー。アモンとの思い出。うん。推奨装備星4以上。うんうんうん。なてめえ。うん。1しかない。やば。とか。ありがとうございます。もうちょっとランクを下げていこうか。最後の箱は結構頑丈に見えるが、うん、特別性なのか。特別性じゃないけど。バッケ殴ってんだよ。もともと素材がしっかりしたブランドのなんです。
底板もめっちゃ硬いから当たると結構痛いんですよ。めっちゃ硬いのか。ナイフくらいなら余裕で弾けると思うな。やばすぎる。そいつはめっちゃ立派なバッグだな。いい感じだ。いい感じだ。絆が深まったぜ。1000円。さっちゃんかな。もらっちゃっていいんですか。ありがとうございます。ジャケット、これはナンバーの方がいいんじゃない。ありがとうございます。